ただいてます。おにぎりさんです。おにぎりです。イエーイ。おにぎりさんです。みんな拍手拍手ね。これイエーイ。はい、ということで今日もねシュマイをやっていくよ。出来上がってまだ一滴も飲んでねえ。まだ一滴も飲んでねえよ。これとりあえずあのお酒を飲みましょう。飲みましょう。乾杯しますか。はい、あの今日は私ワインを飲むぜ、うん、でははい乾杯。乾杯。みんな乾杯。いいか、飲んでか。飲んでなくてこのそのテンションだよ。やばい、多分私このワインを飲んだら、うん、今日あの覚醒する自信が今確信した。本当？確信しましたわ今日。みんなあの明日の撮影会酒臭くても来てくれる人はあの頼むよ本当。あのいやむしろ来てほしいよね。来てほしい。来てほしいよね。そこまでして頑張って撮影会やってるんだからみんな来いよって話だよね。そうそうそう。ね。ね、酒臭く酔いどれ撮影会みたいになるからね完全にね、うん、お食べになりますか。なんか若干なんか勢いがない感じでスタートしますけど。お食べになりますか先輩。何撮影会だよバカ野郎。調べるのかお前。ツイッター確認しろよ。まったく撮影会もね今からさこう夜行バスとか乗ってみんな来ればいいのにね。本当ですよね。前回なんてだって逆に撮影会あるんですよ、うん、広島から来た人いますから。そうだよね。そう来る人は来るんだからさ。もうみんな今からさタクシーでも乗ってくればいいのにね。おーおやればできんだよみんな。できるよ。やればね東京なんてすぐそこだよ。もちろんだよ、ね、ちろん。そうだよ。何時からやるの撮影会。8時半集合で、うん、9時からですかね。スタート。あもう間に合う間に合う。始発で間に合う。全然良いですよ。絶対もう新幹線とかなれば全然間に合う、うん、でも大阪なんか、うん、大阪の人とかなんか全然ピョンって来れる。全然ピョンって来れるよね、うん、もう全然来れる。車出せない、うん、誰か運転する人を探せ。でも私も嫌だな。私ももし自分の旦那さんが泉前を応援してたら嫌だもん。なんでタマンのことを応援してたら あそっかって思うけど泉前をしてたらちょっと嫌だ。あー心が折れるってこういうこと。やだわ、ちょっとやだわ。ちょっとやだわ。心が折れるってこういう時に折れるんだなって、うん、みんな折れた。いやだってタマンはこうなんか普通だから。え、私普通じゃない。普通じゃない。みんなあ私を助けてくれ。ただそれでもタマンという人がありながらも泉前を推してる人だったらちょっとなんかいいかも。あえてタマンじゃなくて泉前を推してるんだったらあえてだったらちょっと許すかも。え、どういうこと？だからタマンと二人知ってるのにあえて泉前を推してるんだったらまあ許す。知らなくて泉前を勝手に応援してる人はちょっと嫌だけど。なんで？タマンと泉前を両方知ってて知ってた上で泉前の方がいいって言ってんだったらオッケー。それはいいんですか。なんでいいんですか。うん、あの手玉に取るタマンに負けてないから。あの手玉に取るタマンの誘惑にも負けず前々をしてるんだったら私はちょっと認める。お前分かってるなと。なるほど。お前分かってるな。真実を知ってるなと。タマちゃん何なのって感じだよ。タマンのふにゃんスマイル知ってる。ふにゃんスマイル、あの私とあさりちゃんがよくタマンのふにゃスマイルを真似するんだけど、どう頑張ってもふにゃスマイル真似できない。どういうふにゃスマイル。なんか SYR の広報生だった時にふにゃスマイルで癒すみたいなキャッチコピーだった。あ知ってる。でそのなんかふにゃスマイルを2人で真似するんだけど、あんなふうに可愛くできないっていう。ふにゃー。そうそうそう。でもねこれ誰がやっても可愛くできないんだよ。今の顔ひどいな。なんだふにゃふにゃスマイルって。ディスったな。タマンはディスったな。ふにゃスマイルスマイル、わかった。ふにゃーみたいな。そう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 。ふにゃーってできない。わかった。できないで。それ山崎放線でやる。わぁ、ぶっこすまんじゃん。でもちょっと近い
いよ、ちょっと今の近いよ。ふにゃん、うん、でもなんか違うんだよな。タマンのあの可憐さがないんだよな。ふにゃんふにゃんって言っちゃダメだね。それただのグテタマだから間違いない。やったねみたいな。これ全身来たらグテタマだね。ファンちゃんでもすごい仲良くしてくれ、うん、タマちゃんのファンとかに恨まれるけど、タマちゃんのファンに恨まれる。タマちゃん本人にはタマちゃんはすごいいい子だから恨まないけど、ファンに刺されるね。刺される、うん、やばい、中華天国とかに超刺されるわ。多分もう刺されるね。俺のタマよくもなんで前の香りなの。おいタケタケクマ投げろよお前、見てるよね。喋る人嫌いとかまあ言う人いるけど、うん、違う、お酒こそだよ。そう、でも私の中ではお酒を飲むからこそ本音が言えるって言ってると思うし、うん、それで仲を深められるっていう風に、それは私なりのコミュニケーションの取り方だから。で、お酒が、お酒を飲む配信が嫌いとか、ここにいるやつは、うん、まあまあこの配信を毎回見てるやついないと思うけど、うん、お酒を飲む配信が嫌いとかいうやつは別にどうだっていいんだけど、うん、これが私なりのこの一種のコミュニケーションの取り方であって、うん、嫌いな人は見なきゃいいんだよ。嫌いな人は見なければいい。嫌いな人は見なきゃいいし、来なきゃいいのに、なんで来て悪口を言うんだってよね。そう、来なければいいし、わざわざ来てお前なんでこんな配信してるんだっていう必要もないと思うし、うん、そういう人は来なくていいですよね。うん、そういう人のために配信してるわけじゃないからね。そう、世の中広いんだよ、バカ野郎がや、うん、って感じです、本当に、うん、まあさ、なんか初対面でタメ口だった。そう、私基本的にタメ口ですね。別にタメ口ぐらいいいじゃんね。基本的にみんなとタメ口っていうか、みんなと友達になりたいっていうか、仲良くなりたいから、仲良くなりたくて、そう、仲良くなりたいから、友達みたい、一人一人の、うん、を友達みたいな感覚で接してるから、よたわけみたいな、よ、うん、赤くまみたいな方がいいじゃん。そう、そういうアイドルの方がいいじゃん。あ、土も嫌なの。なんか、あの、やめて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 、違う、やめて。それはそれで一つのやり方なんだけど。なんかさ、ちょっと待って待って、バイバイがさ、私がなんかやろうとすると止めに入るんだけど、つまんなくない？さっき散々やったじゃん。さっき散々やったじゃん。そこダイジェストで見られ使われて、絶対使われますからね、完全に。